これいけるやん。熱い熱い熱い。キーパーキーパーキーパー、やばいやばすぎる。あー危ねー。え、まさか。選手が強いだけ、課金してるから強いだけ、これはとある廃課金勢がエリートの頂点である、エリート1を達成するまでの無課金物語である。無課金エリート1への旅第4弾やっていきましょう。いやーお願いします。ということで、前回ねデビュー戦が終わってから、そうですね、現実世界ではで1週間ぐらい経ったかな。はい、でですね、今のスカット、まあこんな感じにはなっています。はい、ちょっとゴディンが D でちょっと厳しいんですけど、何よりもね、あのキーパーちょっとねさすがにきつすぎるので、キーパーだけは引こうかな。うん、 GP でトップエージェントガチャを引きます。まあ、あ、これでいける。お、これいけるやん。これ2回引いて、え、待って待って、熱い熱い熱い。うわ、これいこう。いや、気づかなかった。さあ、2回。お願いします。戦力アップ頼む!マジで!キーパーキーパーキーパー。キーパーをこんなに願うことが果たしてあったら、あ、シェスに行くんじゃない?神神神、来たら。クリス・スモーリング?あーだね。くっそー。まあ、ディフェンダーはないっすか。とりあえず。まあ、最悪の引きではない。うわー、しかもキーパーいねえし、マジで言ってる?マジで言ってます。これやばいな。オッケーオッケー、頼むぞ。キーパー、お願いします。キーパーお願いします。フランス、誰?誰でもいい。とにかくキーパー。マルセイユ、誰?サンソン。あー待ってさ、これで開いて残り2人にキーパーは、うん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 、はい、オッケー、白玉継続でーす。でですね、今日は今 160GP なんですけど、ここのね、あのランクマッチをプレイと、キックオフ前にプレイ分析データ確認、この2つやって260マイクラブコインになるので、そうだね、ちょっとと他でゲットして、できれば3回引きたいんですけど、2回引けるようにして、で今ですね、ちょうどのタイミングでこの激アツのね国代表 FP が来てるので、まあフランスあたりかな、ちょっと引いていきたいと思います。はい、ということで試合の方やっていきましょう。いやー、やっとマッチングした。5分ぐらい待ちました、マジでリアルに。うーわー、これやばいなー。あ、オッケーオッケーオッケー、クリスティアン・オレハが好調。あー、コーチのシムフンできないんだね。オーケー、これで行きましょう。さあ、記念すべき2試合目。まあ、1試合目はね、無事勝利したので、2試合目もね、確実に勝っていきたいところ。ちなみになんですけど、ね、レート見てないんですけど、ね、ランク帯の称号が、アカデミー帯の方でした。はい。まあ、レートが上がってくればね、必然的に、またきつくなってくるので、今のうちにしっかり、勝ちたいけど、キーパーがめちゃくちゃ不安。そこだけだな。うん、ちょっと勝ちたいね。まあ、本若の方はね、俺エリート隊なので、やっぱりちょっとね、この辺のやばいな。オッケーオッケーオッケー、ここでちょっとつまずくわけにはいかない。本当に取れる?ナイス。まずくね、それ危ねえ。いけるのか。あ、オフかな。いや、ない、来たでしょ。よし、オーケー、イエス、ナイスナイスナイス。これあれですね、早く10試合終わらせて、まずランク帯、スキルランク帯というか称号欲しいな。なかなかね、ちょっとやっぱチキってるというか、なんかマイクラブコイン使うのがさ、めっちゃ慎重になっちゃうんでね、また激アツの来るんじゃないかっていうね。まあ、ただもうこれで、まあもう使い切るんで、マイクラブコインは。もうガンガン試合行くしかないよね。やばい、やばすぎる。あー危ねえ。オーケーオーケーオーケー。今回の動画は、多分この試合1試合で終わりだと思うんですけど、でガチャ引いて終わりなんですけど、次のね、無課金アカウント動画第5弾になるのかな ?5 弾はもうガンガン試合行きたいね。ちょっとなかなかまだ試合メインにはね、上げれてないんですけど、ここ。いやー、白な。まあ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 、レベル1なんで知らない。いやー、ちょっと、もう1点取っておきたいな。危なくね?危なくね?危ない。あっぶねー。よし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 。まあ、とりあえずね、1点リードで、
オッケーです。いやでもシュートゼロなのはでかいな。これ打たれたらマジで入る。頼むよ。いやーナイス。出せるか。おおおおお PK。 よし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 、でかい。さあこれ決めるしかないぞ。どっちかな。こっちでどうすか。お願いします。ズドン。いやーマジかー。いやー引きずらないことが大事。やばくねえかこれ。え、これガチやばい。ちょっとスモーリング OK。 危ない危ない危ない。ヒヤヒヤするわマジで。シュートまで行かれたらほぼ終わる。ナイス来たね。 OK。 でかい。よし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 。いやいいねいいね、落ち着いてやれてるわ。デビュー戦とんでもないことになってたからな。いやマジでデビュー戦ひどかったからな。思い出すだけでなんか身の毛もよだつ、なんかひでえ試合だったからな。何だったんだろう。デビュー戦でああいう人と当たるってのがまた俺らしいというか、ここ出してでシューキャン入れてトーン OK。 よし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 。フェイントスター来ました。トロフィーなんやそれ。はいはい、これ来たでしょ。ベルカンプ決めろよ。 OK。 よし勝ちましたね。いやーよかったよかったよかった。ナイス。抜けたかな。抜けたっぽいね。これ誰。あバルベルデか。いやーバルベルデで、あーラッキーラッキーラッキー。よし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 。あーベンゼマハットトリック来ましたね。あ GP ゲット。頑張れマルロン。マルロン頑張れマルロン。あーオッケ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 ー。終わりかな。オッケー。いやー無事2試合目も勝利ですね。オッケーオッケーオッケー。ナイス。はい、ということでね、無事勝てたので、まあ無事勝てたというか、勝てなくても、まあこれはもらえるんですけど、さあ、これでね、お楽しみのガチャガチャタイムだ。これで200マイクラブコイン使います。2回引きます。まあフランスかな。まあ誰来てもだけど、まあムバッペ、バラン、カンテ、まあロリス来てもいい、なんならもう。あ、てかマジで誰来ても当たりだね、これ。あ、グリーズマンだけは来ちゃダメなのか。俺持ってるな、確か。持ってますね。いやー、グリーズマンだけはダメ。さあ、お願いします。なけなしの200マイクラブコイン。グリーズマンだけ当たらなければ、勝ち。お願いします。お願い頼む、マジで。1回目。できる、いや、ロリスありだぞ、全然。マジで。さあ左足？え、まさか？あぶねえ。まあ、とりあえずジル。うわ、グリーズマンかと思った。あぶねえ。被らなければまあオッケーです。ジルーも全然ありです。いやーでもめっちゃ嬉しくもないけど。さあラストお願いします。ジルー、グリーズマン以外なら何でも誰でもあり。お願いします。できればムバッペかロリスか。さあお願いします。頼む。誰これ。誰。あ！びっくりしたー。グリーズマンかと思った。あぶねえ。リュカ・エルナンデス、ナイス！リュカ・エルナンデス、ナイスなんです。エリート1まで、残り374。